人間の条件は日本映画。原作小説の全6部を3本の映画作品としたトリロジー構成で1959年から1961年にかけて公開された。ゴミ川淳平の同名小説の映画化作品である。主人公の火事を通して戦争における人間性を描いた作品。当時の多くのスター俳優や女優をキャスティングした。 大作であり、特に主演の中台達也は監督、小林正樹も感服する演技を見せ、本作以降は様々な名監督たちと組んで活動することになる。全6部構成で上映時間9時間31分と紹介されることもあるが、全6部構成とは原作の小説の構成であって、映画はまず原作の一部二部のみを作品化して公開され、 続いて3部4部で1本、さらに5部6部で1本という風に映画としては3作品で構成されている。当然ながらこれらの3本の風切りは作品の完成ごとに個別に行われた。したがって厳密に見ればこの作品はそれぞれ3時間強の映画3本によるトリロジーとみなされるべきである。口述のように3作品の いわゆる一挙上映が行われた際は、この3作品をもって、総集編という故障が使われているが、実際には、上記の3作品が休憩を挟んで上映されるだけで、特に、総集編と呼ばれるべき1本9時間半の映画が存在するわけではない。それでも9時間31分に及ぶ、総上映時間は、制作当時の商業用映画としては、 最長の長さであり、ギネスブックにも掲載されていた。また、本作の全3作を一挙に上映したことが、日本の映画館でのオールナイト工業の走りと言われている。テレビでは、1979年1月2日に、東京12チャンネルが開局15年記念事業として、全3作を12時間のオカットで一挙に放送した。 これが12時間超ワイドドラマ開始の講師にもなった。旧満州帝国を舞台としているが、当時の国際情勢と日中間の国交がないゆえに、本来の舞台である中華人民共和国でのロケは不可能だったため、主に北海道のサロベツ原野周辺で撮影が行われている。戦闘シーンは陸上自衛隊の協力を受け、北海道内の自衛隊演習地内で撮影された。 劇中に登場する99式炭小銃には、分解清掃や、戦闘の場面では、同自衛隊から貸し出された、実銃が使用され、射撃の場面では空砲を使用している。第4部の戦闘シーンでは同じく自衛隊の協力で、ブローニング M1919 重機関銃が登場する。ソ連軍との戦闘シーンでは、草で偽装されて、輪郭を隠した M4 中戦車が、 ソ連軍戦車として登場している。ソ連兵が装備する p p s h 4 1の小道具が登場するが、第4部では弾装が逆についている。第5部の射撃シーンでは実物に近い形のものが登場するが、寸法は大きい。基本情報に含まれないスタッフは以下の通り、ありがとうございます。